はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。皆さん突然ですが、このモンスター覚えてますか？あの天使と悪魔のなんか群雄割拠みたいなあのフェスで、まあ、あの先行ワンキルできますよみたいな感じで動画化したと思うんですけども、あのデッキって天使族しか使えなくて、なんか手札結局なんか 2,3 枚コンボ、まあ、いや3枚コンボか、3枚コンボとかだったんですよ、ぶっちゃけ。あんま強くなかったんですよね、正直。現代遊戯王において種族縛りがなくなった場合、このモンスターなど手札1枚から先行ワンキルができるということを皆さんご存知でしょうか。今回はね、このモンスターを、手札1枚から、使って先行ワンキルしていくという、クソ動画です。アテナっていうモンスターどういう効果を持ってるかというと、フィールド上の天使族モンスター墓地を送って、墓地から天使族出すっていう効果と、あと、すでにこいつがモンスターで存在する状態で天使が出てくると、相手のライフに600ポイントのなんかうんこを投げつけるっていう効果があるんですね。で、この、 うんこ投げつけ効果は単一がないので、いればいただけ、バーンダメージ与えるし、さらに特殊召喚したらしただけ特殊召喚に反応してバーンダメージが与えられるんですけども、現代遊戯王において代行者ギミックを使った場合、なんかその特殊召喚の回数っていうのが異次元の回数になるんですね。そうすると、手札1枚、まあ、基本的には手札1枚っていうのはこの創造の代行者ビーナスからなんですけども、ビーナス1枚から、今回は、アテナ出して、でアテナの、効果を何回だ、8000÷600 っていくつですか、ちょっと計算ができません。8000÷600 は、14回か。だから14回、効果使ったら死ぬわけですよ、相手は。もう8000ライフ削るわけでしょ。だからアテナ出してから14回手に天使族を特殊召喚していこうと思います。はい。細かい展開ルートはちょっと見ていただければと思うんですが、一応相当代行者ヴィーナスにつながるルートとして、まあ、すべきと、あとそれから、これですね、天空の聖水かアースと、トランスターみたいな感じです。スモールワールドでもいいかなと思うんですけども、スモールワールドだとちょっと、この辺のコンボパーツを除外できないので、まあ、ちょっと微妙かなと思ったので、まあ、ちょっと今回は普通に トランスターにしてますが、はい。まあ、いわゆる、まあ、ゴミデッキ、クソデッキ、はい。お見合いしていきましょう。デュエル、スタンバイ。いやー、なかなかいい反応ではあるが、神秘の代行者アースを召喚していく。いや、ここに誘発させてくれ、頼む。あ、なんもなそう。マジか。ネプチューン、OK。なんもないんだったらトランスターン、打ち込んで、で、トラタでアースリリースして、創造の代行者で白き玉を生成する女を出していく。このさ、代行者とかいうギミックさ、マジで悪用しかされてないよね。なんか俺真面目にこれ使ってる人あんまり見ないんだよな。ちなみに今まで、代行者で作ってきたデッキ、まあ真面目なやつも一応何個かあるとは思うけど、俺、あ、これは本当はね、あの七段の天使で、あれです、アスモディウスサーチです、これ。はい。で、まあ一応サーチしたという経緯で見ていただいて、で、七段の天使と玉でパーシャス。今まで作ってきたこの代行者のデッキやばいよ、多分いかれてる。ターンスキップターンスキップ、それからデビフラワンキルで、これアテナワンキル、うん、終わってるね。で、パーシャスの効果でアスモデウス出して、で、アスモデウスは、天使とゴーローから埋葬で、イーバー、なんかイーバー確か OCG だと制限カードかなんかなんだっけ。なんかマスターデュエルだと、無制限で使えるんですよね。あと、あれも持ってきましたね、弁天もね。なんかドライトのワンチャンもしかしたらある、今また復権とかある、その環境デッキちょっとパワー落ちてドライトロン1みたいな話ある、もしかするって程度。ちょ、俺ドライトロンなんかあんま詳しくねえんだけど、ちょっとなんかワンチャンいけるんだったら使うわ使ったことはほとんどないから、一回動画にしたけどね、普通のドライトロンじゃなくてなんかアルテックなしの型のドライトロンね、動画にした記憶あるけど、まあ、それでも十分強かったですけどね。まあとりあえず一旦マジェスティ効果使いまして、これもなんか相手何してくるのか分かんねえけど、代行者でなんか展開してきてるの何してるんだろうとは思ってると思う。
今から先行暗記されるとは思ってないかもしれないで正規発動で、正規がある状態でロードパーシアスは、手札を捨てると転移速を何でもサーチできるっていう効果に変わるので、これでまあ大行使の何でもないけどアテナを、まあ、サーチしてくると、アテナ、はい。でリンク3分、使ってここでスカルデッド出して、でスカルデッド効果3体初代にしてると手札からモンスター1体召喚できるので、アテナ出していく。でこいつは定義規則が特殊召喚されるたびに相手のライフを600ポイント削るというね、地獄みたいなモンスターだぜ。このモンスターの、によってなんかあのなんだっけ、種族縛り選手権みたいなイベントは、あの手札3枚くらいからワンキューしてたけど、まあ、今回はちなみに手札1枚からワンキュー確定するぜ今回は手札1枚からワンキューが確定するぜ。終わってるぜ。さあ取りあえずヒエラルキアを墓地に送っていく。そして取りあえずヒエラルキアの効果、デクレラーディバイナーをリリースすることによってとりあえずヒエラルキアを特殊召喚リリースされた。あーそうはい、あでちなみにもうアテナの説明はしませんが、特に転移速が特殊召喚される、転移速ね、転移速が特殊召喚されるために相手のライフを、相手の顔面を600ポイントぶん殴るっていう、600ポイント分ぶん殴るっていうことです。はい、で、まあ転移速はあとはね、もう無限に出しすぎればいいんですよこれ増陣打たれたらどうなるんだろうな、これなんか削れんのかな、ワンチャン特殊召喚めっちゃできるから増陣分ドローできる。いやでも あれかあれ上げとけるべきとかないからきついか、ちょっとやったのにかかんねえな。でヒペリオン効果、破壊の代行者ヴィーナスをコピーして、僕破壊の代行者ヴィーナスですっていう、僕破壊の代行者ヴィーナスです。でライフポイント1500払って弾も呼び戻します。 OK、 はい。でどっちもいいな。はいはい、さあどんどんライフポイントがなくなっていきますね。大丈夫ですか、まだ察することができないようですね。なんか飯でも食ってるでしょうか相手。ちなみにここまでソリティアを見てくれる人はなかなかいませんねありがてえ、感謝の印として貴様のライフは先行で削ってやるぜ。ルイキューピット特殊召喚効果発動、アテナとルイキューでチェーンを組み、そして累計の方によって、レベルを、2個上げるか下げるという効果、まあ、これ上げる。そして、シンクロ召喚アクセルシンクロスターダストドラゴン、そしてアクセルシンクロスターダストドラゴンシンクロ召喚成功時で、自分の墓地、あーそう、累計ピットの方もそうですね、アクセルシンクロスターダストドラゴンの効果、さあ自分の墓地からレベル2以下のチューナーモンスターを釣り上げ、そしてルーキービットの効果によりデッキからヌメシスコリドを加えていくぜ。そして、さらにアテラの効果とスカレットの効果が発動。スカレットうるさいですね、はい、非常にうるさい。さあ残りライフはあと3000ですね、はい、青く OK で、まず黒シープを出していく。デクラリバイナーとスカルデッドですね、2体で黒シープ、ここでいいか。で黒シープは融合モンスターがリンク先に出ると自分の墓地からねモンスターを特殊召喚できるよという効果があるので、まあまあ何でもいいんですけども、まあこれこうしましてこうしまして、で、イカ実力が手札で効果を発動したので超雷流が出てきて、これ絶対さ、このネメシスコリドー絶対この動き想定されて作ってないよねって毎回思ってるんだけど、どうなのこれこれ意図して作ってないでしょこれ絶対で、これは何でもいいんですけども、まあ、何でもよくねえわこれ。これ、スタジオの代行者ヴィーナスじゃないとダメだ。で代行者ヴィーナスからのアテナ OK で超雷流とかなってると思うんですけど、まあ、そんなモンスターはね、消え去りますので大丈夫です、問題ない。で4体リンクアポロウサー、ちなみにアポロウーサーも実はね、あの転移速なんですよ。ということでアテナの効果が発動で、ヴィーナス効果、はいあとはわかるな
おう、あとは分かったな。対戦ありがとうございました。俺も痛いけどお前の方がもっと痛いな。あー、このデッキ終わってるわ。王立魔法図書館何。あ、なんかちょっとおもろ系デッキそうじゃん。おもろ系デッキだよこれ。王立魔法図書館からの魔導魔法都市エンディミオからのというのも やばい動きしてそう。なんだこれ、竜位層か。竜位層だったら王立魔法図書館も入れないか。王立魔法図書館で、魔法カードがね発動されるためにカウンター置いて、で3つ取り除いて1枚ドローするっていう効果、一応1ターンに1度の制限なく使えるんで、まあ魔法カード打っては打つだけ強いんですけども。さあ最強のムーブを見せられているが、一体このデッキは何なんだろうか。とりあえずめちゃくちゃデッキ掘られそうではあるね。さあ、一時休戦で鬱陶しいな。お互いがくる全てのダメージはゼロになる。いや無理じゃん、やべえ。開始のターンでワンキルしてやろうと思ったんだけどな。開始のターンでアテラ高校ワンキルしてやろうと思ったんだけどな。巨神竜の遺跡、へえ、あ強い、なるほど。さあ巨神竜の遺跡で俺竹光をサーチしていく、用意中ですね。でさらに、カウンターが乗っていく。魔法都市エンデミオンのカウンターえげつないな。え？え、なんかズシンとかいう最強のモンスター見せつけられたけど、何これ、どういうこと。わからんなんだこれ。やべ、アタオカデッキの匂いプンプンすんなこれ。で、イカれる巨人ズシンのカウンターをさらに溜めていく。あっ、神聖魔導エンディミオン出た、魔法カード回収だ。うわ強え、うわ強え、強欲なつも回収強え、やばすぎ、やばいやんこれ。10個溜まったやんこれ。ズシン爆誕したんだけど。すごやば、何このデッキ最強なんだけど。創世魔導エンディミオンもさ大概だよね。こいつ最新だわ、こいつターン1ないんだよな。え？え、だから2周目行こうとしてんだけど、やばすぎ。え、なんか、え、これ2周目行こうとしてないですし、やばすぎ。え、もしかして、いや、これもしかしてなんですけど、これ3体出ます。魔力カウンター40ってやばいな。エンディミオン出てきて回収、やばい、終わってる動きしてる。これマジで、これマジで3体出るじゃん、ズシン。お前強すぎないか。カウンター10 メタボリックガイ1匹目で、メタボリックガイ2匹目で、メタボリックガイ3匹目ってこと。やば、やばいこと来た。やべえ、ちょっと回答がね、相手に負けじとソリティアはしてみたが特に回答がないんで。ズシンを突破することができねえ、どうしたらいい、みんな助けてくれ。うわーソリティア力で完全に敗北しました。